青コーナー185センチ、81.9キログラム、パンクラス初参戦、エドーハーマン。赤コーナー178センチ、81.9キログラム、パンクラス戦績16戦11勝3敗、に分け2001年ネオブラッドトーナメント優勝、ミドル級3位、三崎和夫。さてナイトタイムメインイベントを迎えました。ファンクラス歴代ネオブラッド優勝者選抜対チームクエスト3対3ミドル級戦、大将戦となります。こちら三崎和夫、ファンクラスグラバカ、そして対するはエド・ハーマン、チームクエストです。さあそしてこの3対3の勝負、これまで伊藤貴文が敗れています。そして山宮圭一郎は判定勝利、ちょうど五分に割れている中、三崎和夫がどういった戦いを見せるのか。さあ三崎にかかっています。さあそして今ゴングを聞いた、三崎和夫対エド・ハーマン。さあ飛び膝を出していくのはエド・ハーマンです。おっとミドル、お前ミドル、しかしこれを受け止めたエド・ハーマン。そうミドルを出していく、強烈だ、捉えているか。おっとこれは今後ろに倒れ込むような感じがしたんですが、これ引き込むようにも持っていきました。今上のポジション、はい、蹴り足取られてパンチだったんですけども、はい、パンチに関しては大丈夫だと思います。ダメージはなかったと思います。はい、蹴り足を救われたという、ええ、感じの倒れですね。まあ、倒れ込んだという状態ですね。はい、でも相変わらずテンション高いですね。そうですね。はい、まあ、ですからこの、まあ、両者もちろん三崎もそうなんですけども、このエド・ハーマン、この入場の時からのテンションの高さっていうのはね、二人火花が散っている状態というのが、はい、ここありありとして手に取るように見えるわけですね。さあそしてこの両者、エド・ハーマンが185センチに対し三崎和夫は178センチ、まあ、やはりこういった意味でリーチ差というのがまず出てくるわけですけども、まあ、その辺に関しては関係ないんですよね。三崎さんに関しては関係もないですか。そういうのは小さいことは言うなみたいな感じです。なるほど。さあその現在上のポジションエド・ハーマン、チームクエスト。このエド・ハーマンは総合格闘技歴は6戦行っております。そのうち5勝1敗、その5勝のうちの4勝は関節技による一本勝ち、で、勝利を収めています。あ、落としていく上からのパンチです。さあ試合前、このエド・ハーマンは、三崎選手について、いや僕はほとんどよく分かっていない、とにかく火蓋を切ってからどういう選手か見極めながら戦っていくというコメントをしておりました。はい、それはお互いに関してはそうじゃないですかね。まあ、逆にそういうことも言えるんでしょうね。はい、もう相手がどういうタイプなのか全然分かんないと思うので、まあ、本当に自分の力を出し切った方が勝つというか、という気がしますね。あ、しかし相変わらずこの上からの圧力が強烈です。このエド・ハーマンかなりアグレッシブですよね。ですね。ああ、さあ三崎が結構な強者ですよね。なかなか三崎も動きが取れない状況。ああ、3分経過、残り時間2分、ラスト2分です。まあ、またそういった意味で、まあ、先ほどのシエル・シェノンじゃありませんけども、非常にちょっと嫌な意味でうるさいタイプの選手かもしれませんね。そうですね。はい、さあそして三崎が三角いった、今腕を伸ばした、腕を伸ばした。1分30、残り1分30。しかしまたさっとエド・ハーマン覆いかぶさるように元に戻しました。
アクション。さあ、そしてこれまた三崎はまた肩口あたりに足を伸ばし始めていますね。上がってくる。関節を狙ってますよね。下から三崎選手。三崎選手ですね。はい。残り時間1分、ラスト1ミリです。さあ、そしてもうあと一つで肩口に足がかかるところ。抱え込むようにして三崎を潰していきます、エドハーマン。三角締めと、はい、アームロック。アームロックですね。はい。なかなかしかし、この上からの圧力に対して三崎も今苦しい状況かと思います。残り時間30秒。そして第1ラウンドは残り時間30秒を切りました。ああ、どうか。アクションがあったか。残り時間20秒。そして残り時間20秒。ファンクラス対チームクエスト3対3大将戦、三崎和夫対エド・ハーマン。そして第1ラウンドはあとわずか。さあ、どうだ。上から落としていくエド・ハーマン。ここで第1ラウンド終了のゴング。さあ、あ、これちょっともらってますね、三崎選手。はい、これはやはりいわゆるグラウンドでのグラウンドでパンチだと思いますね。はい、まあ、やっぱあれだけ打たれちゃうと、全部はやっぱさばききれないですね。いくつかやっぱりもらったと思いますね。さあ、その三崎に今顔面の腫れを与えたのがこのエド・ハーマンです。非常にしぶとい、しかもしつこい、この食らいつきによってこの三崎の動きを制していました、エド・ハーマン。そんな中でこの三崎和夫、エド・ハーマンのパンチをもらってか、右の目の下が今腫れた状態になっております。さあ、まもなく第2ラウンドが開始されようとしています。三崎和夫対エド・ハーマン、ファンクラス対チームクエスト3対3の大将戦、ミドル級戦です。ラウンド2。さあ、第2ラウンドゴングを聞きました。まず先に仕掛けた、飛びついていったのはエド・ハーマン。そこから膝を合わせていく。しかし離れがパンチ。このラウンドは下になりたくないですね。ですね、はい、まあ、あーこれパンチ、スタンドでのパンチはそんなにはうまさはないですね、エド・ハーマンですね、はい、もつれて下になってしまうということだけ避けたいですね。なるほど、はい、これはということは三崎こういうところですね。こういうもう距離があった方がいいんですか。いや、そんなことないですけど、はい、組みついて自分も打ってどんどん打つじゃないですか、はい、どんどん打って組みついた時にもつれて下になってしまうというのが一番避けたいわけですね。自分で制して、はい、上になる分には全然いいと思います。はい、先ほど第1ラウンドのようないわゆる、はい、動きは下から制されている状態が、はいはい、ですね、まあ、上から押さえつけられている状態というのが、そうですね、コントロールはされてないんですけども、どんどんそのペース、ペースというかその時間をどんどん過ぎちゃうんですね。ロープを掴むな。さあ、今これエド・ハーマンの手ですね、ロープを掴んでいる様子です。どっちかの手がロープを掴んでいる。さあ、今そのエド・ハーマンに対してロープを掴むなという、そういったレフリーからの指示が与えられました。注意が与えられました。エド・ハーマン選手に対しロープを掴むことについて口頭で注意が与えられると思います。再開します。さあ、試合再開、再開です。三崎和夫対エド・ハーマン。さあ、足元でいった、ボリュームでいったか、おーって膝が来た。しかし、この状態、今三崎が上のポジションを取りました。ね、これをキープしていきたいところ、三崎、はい、そして、やはりここで1本抜いておきたいですね。ここはでも、このいわゆるハーフが、はい、この状態でも、ええ、得意だと思うんですよ、三崎選手は。三崎選手は、はい、はい、っていうのは、ここからの落としていくパンチ、また関節ですね。
の隙があればハーフガードまで持っていけばかなりチャンスが広がっていくと思うんですけど、まあ、なるほど。さあそして美咲はやはりここで一つ距離を取ってのパンチを落としていきたい。残り3分。ああ今パンチ今捉えたか。鉄槌も落としていきます美咲。こう見るとエド・ハーマンも下からうまいですね。ですね、仕事ですね。さあ、三崎が今状態を起こして、おっ、下からの煽りの蹴り。離れ際も注意したいところ。さあ、猪木あり状態。そして、飛び込んでいったのは三崎です。ここ大事にしてですね。このハーフガード大事にしてですね。さあ、ここで三崎のこのペースをつかむきっかけとなり得るのか、この状態。しかし下のエド・ハーマン、三崎からガードは1本取った状態です。なかなか抜けさせません。おっと、三崎パスガード。そして今ランクを取った。ここからです。三崎ワールドが展開されるか。そしてまたまた残っていく、絞っていく三崎。さあどうだ、そのまま絞り続けるか、どうか、入っているか。近藤選手どうですか。入っていると思います。さあいい形